嘘も、うん、もう何があっても君を離さない。嘘も、うん、これん、うん、預金通帳スーパー MMC みんなあげるよ。早く言えばいいのに。本当だったのね。ねえ、ハンコは？え？はい、今夜は嘘をテーマにぶっ飛ばすぞ。2枚下の30分後もどうなんのアルマジロ、ラジオにアルマジキアルマジロ、ステレオスラップスティックソライバブアルマジロ。というわけで今夜は嘘です。はい、はい、実はゲストがいるなんてのも嘘です。そうです、はい、ゲストがいるのは嘘で、ゲストはこの人です。えです。えがゲストです。てなところでラジオの無法地帯空飛ぶアルマジロ、この番組は君と一緒の夢を見る代々木アニメーション学院の提供でひとむきにお送りします。出演は君の暮らしと男臭い男ムンムン嘘三谷裕二、あなたの暮らしの嘘じゃじゃじゃんじゃんじゃん手を合わせてナムーの富永ミーナ、そして今夜の素敵なお客様は地獄から来ました、鶴ひろみです。なんだかプーのクソじゃん。はい、酒屋では来ません。どっちなんでしょう。笠原ひろ子です。ねえみんな、大阪でアニメーションとコミックの勉強ができるのを知ってる？そう、代々木アニメーション学院大阪校。キャラクターをかっこよく動かしたい君にはアニメーター科、素敵なヒーロー、ヒロインに色を塗りたいあなたなら仕上げアート科、漫画家、コミック作家になりたいなと思う方にはコミック劇画プロ養成科ね。アニメやコミック、映像の勉強なら何でもできちゃう。代々木アニメーション学院大阪校。詳しいお問い合わせ、案内書のご希望は大阪 06-362-9605、 大阪 06-362-9605 までお電話くださいね。待ってます。どっちつかずの嘘。僕何のことだかよく分かんなくて。だって言ってんだよ、そんな甘い話が世の中にあると思ってんの。調子いいわよ。いや、でさっきちゃんと。さっきはさっき、早くお金出しなさいよ。お金って、お金取るっすか？当然よ、もちろんよ。これくらいですか？まだ持ってんでしょ、内ポケットは。そんな、それじゃあちょっとさ、いい夢見たと思えば安いでしょ。一時は本気にして喜んだんでしょ。そりゃまあね。だったら早く出して。いや、でもやっぱひどいよね。未練じゃん。嘘つくんだ、嘘。マジ？あんたってどうして女の可愛い嘘が許せないの？どこじゃないわよ。まあ普通の男とはね。大体さ、男一人と女二人で夜を過ごすなんて。そんな話本気にするのがバカよ。甘い。よかった。最後に一つだけ聞くけど、いつもそうやって男二人で僕みたいな男騙してんの？あなただけよ。あ、また嘘。お姉さんの嘘。時間テレビでお勉強するとこなの。あ、じゃあね、僕も一緒に見せてくれよ見せてくれよ。
校の皆さん、小学3年の雑学の時間ですよ。はい、ひろみお姉さんと今日も一緒に楽しくお勉強しましょうね。知らせたんですね。あれ変なこと言ったね。うん、でもさ、あのセーターセクシー。うん、体にぴったりの V ネックで、 V ネックの V がおへそんとこまで、すっごいすっごい、ショッキングピンクだね。歩き目ですが、サウナ風呂の料金を決めたんでしたね。あ、なんか言ってる。あ、すごいな、あの口の、なんか、そっそる。さて、そうすると、三角形の面積の底辺×高さ割る2を発見したのは、マラドーナでしょうか、アントニオ猪木でしょうか。ねえねえ、これって何言ってるの。ね、教育上良くない番組だね。今日かけちゃった曲、結局にはフェアチャイルド探しているのに、最初聞いた時はあれ回転数間違ってたのかなって思っちゃった。ちょっとユニークな曲ですよね。ユニーク、言葉知ってる、フェアチャイルド。今日のレッスンはこれでいきましょう。それでは一緒にフェアチャイルド、グッ。そして今かかっている曲はエイスワンダー、エイスズじゃありませんよ、エイスワンダーのベーバーベーバー。鼻に抜きましょう、ベーバーベーバー。さあご一緒にベーバーベーバー。鶴さんご一緒にベーバーベーバー。君たち、今最もハイセンスな映像っていえば、そうアニメーションだよね。そのアニメーションを勉強するなら代々木アニメーション学院が絶対おすすめ。アニメーターか、仕上げアートか、アニメーション制作か、背景美術か、アニメーション撮影か、コンピュータアニメゲームか、コミック劇がプロ養成か、ビジュアルイラストか、声優かの9つの課が待ってるよ。代々木アニメーション学院へのお問い合わせ、案内書のご希望は大阪 06-362-9605、 大阪 06-362-9605、 または東京 03-378-8999、 東京 03-378-8999 までよろしく。クソちゃんのため息、略してクソダメコーナー。風が通り過ぎたホームに残り、小さく消えゆく明かりを見るは、涙で滲んで
見えなくなるの、瞬くたびにこぼれる過去を振り返り振り返り、小さく消えいく。ホームを見るは過去に残した心はいらない。これは三ツ矢さんの声に恋して5年、一度でいいからお会いしたいですというさっちゃんからいただきました。頑張ってくださいね。ありがとう。はい、というわけで今日は嘘をテーマに。大丈夫ですか？すいませんね、変な番組で。嘘ついたことある？あるわよね。ないと言ったら嘘になる。そうね、おはがきね、嘘というテーマでいただいてるんでご紹介したいと思います。はい、大阪市のペンネーム大成ウーロン茶探偵団さんからいただきました。今回のテーマは嘘ということですが、僕の友達のバカな話を聞いてやってください。友人の原田は1回目の遅刻でラーマの味見をさせられたと言い訳をし、2回目はウィッキーさんに呼び止められたと言い、3回目はちょっとひげを剃ってくださいと言われたというと、さすがに先生に殴られました。その後彼はなんでバレたんやろうなどとほざいていましたが、三ツ矢さん、ミーナさんはとっさについた嘘がバレてしまったということはありませんか？とっさについた。今日のゲストの鶴さん、え、鶴ひろみさん、笑ってないで参加してください。とっさについた嘘でバレたっていう、いや、ないですね。あんまり嘘はつかないタイプ。割と本音で言うタイプですよね。そうですね。ブスブスっと言うタイプですよね。よく演出家の方がダメ出しされると何だとって言っていかれますから、ね、怖いですよ。はい、それもう一回取り直しますよ。何だとって言ってますからね。鶴ひろみさんと戸田恵子さんぐらいですか。そういうこと言えるのは業界で怖いですね。なんか学生時代はよく学生カバンにチェーンを入れたりとか。入れてませんよ。チェーンじゃなかったっけ。ええ、何も入れてません。深取りの菊に前歯だっけ。違う。怖いですね。はい、もう一枚いきましょうか。いや、いいですよ。東大阪市ペンネーム水谷優子ちゃんをゲストに。水谷優子か。すいませんね。ね、怖いですよ皆さん。シーズノッタガールトゥーテルアライ、いい発音、すんごくいい発音。というように思われているような私でも今現在も嘘をついています。でも自分が嘘をつかれるのは嫌いだし、でも他の人の嘘は大体すぐ見抜けてしまいます、見抜いてしまいます。一度も嘘をついたことのない人なんて絶対にいませんよね、三ツ矢さん、富永さん。いや、いるかもしれない。生殖についてる人、はあ、いるかもしれないよ、世の中にそういう人が一人や二人は、うんうん、そう。でも嘘も方便、うん、っていう言葉がありますからね。あとさ、嘘はつかないけど黙ってるっていうのって、ああ、要するに嘘つきたくないから思わず黙ってしまう、言わないっていうのもありますね、うんうん、でもまあ人のね命にね関係ないんだったらしょうがないですよね、嘘ついたってね。そうですね、楽しい時もありますしね、嘘ついて。ああ、業界一の嘘つきっていますね。そういえばうちの業界あの滝口純平さんが雪で転んだらベレー帽の下からひよこが出てきたって言ってた人がいましたけどね。言ってた人それ嘘ですよね。はい、もうないですか。いっぱいあるんですけど、もう一枚だけでいいですか。そうだね、あ、いっぱいあるけどもう一枚だけ見ましょう。嘘じゃないですよ。ペンネームさっちゃんからいただきました。はい、以前勤めていたところ、和歌山なんですが、うん、その頃彼と遊ぶのが忙しくて1週間のうち3日は嘘をついてサボっていました。その仕事を、うん、ご想像の通り半年続いていたのが不思議でした。綺麗、うん、さっぱりクビになってしまいました。その彼とは結婚して2人の子供ができましたが、うん、たった2年の間に幸せは去っていきました、うん、現在2人の娘と母子家庭楽しんでます。嘘で始まり嘘で終わった恋でした。今はマジで三ツ矢さんに恋してます。困ったな。けどどこまで本当でどこまで嘘か分かんなかったんだし、うん、そうよね。だからよく嘘つく人ってどこまで嘘か分かんないですよね。あれね、羊飼いね、少年、少年、うん、
狼が来るぞ、うん、狼が来るぞって言ってると本当に狼来ても誰も信じてくれないってやつ。そう。その絵本を読んだ時に嘘ついちゃいけないんだなって教わったけど。嘘。嘘つき。でもあのよく我々ね遅刻しそうになっちゃうと、うん、なんて言い訳しようって思わない？思わない？前の仕事が押しちゃってとかよく言わない？全然押してもいないのに。そういう嘘ありますよね。うん。朝寝坊はダメよね。朝一の仕事の時はちょっと嘘のつきようがないけども、うん、あのよくあのすいません向かい風が強くてとかで、ああ歩くのに時間かかっちゃったみたいな、うん、つきませんよ私はね。鶴さんはつかないじゃん。鶴さん本音で勝負だもんね、はい、そう遅れたらだからなんだ、誰も文句言わないもん。そうだからなんだって終わっちゃいますよね。そうだろう、私は鶴広げようって言ってもう誰も何も言い返せませんもんね。そんなことないですよ。嘘。今日は嘘のほら、そうそう嘘だから、そう嘘よ全部全部嘘。そんな必死になったら本当みたい。その嘘本当って言うとどっちなんでしょうね。私はすっごい嘘つきですっていうのはどっちなんでしょうね。だから私嘘つきですって言ったらそれ嘘つきなんだから嘘だわけでしょ。じゃあ本当好きなのかな。正直なのね。正直な嘘つき。正直な嘘つき、うん、でも楽しい嘘ならいいんじゃないですか。そのね雪で転んで竹谷純平さんのベレー帽からひよこが出てきたとかさ、ね、そういう嘘なら出てきそうですよね。でも本当だ、出てきそうだから。鈴なんとかって嘘つきもいませんでした。鈴なんとかって嘘つきの人、あの方も嘘つくんですか。私疲れたことないんです。鈴なんとかヒロなんとか、そうそう、うん、もう結構ついてるらしいですよ。あとね僕の知ってる人で僕の知ってる人でね、あのある人がね、あのたまたまこうベッドでね、あのベッドに長い髪の毛、男の人なんだけど長い髪の毛一本してたんだって、うん、それでねそのガールフレンドが来た時に、あらこれ何この長い髪の毛って言った時にね、うん最近な一本だけ長くなっちゃうんだよなって言ったっていう、そういう嘘もありますしね。うん、それであの口紅のついた吸い殻が置いてあったんだって、言ったら何この口紅のついた吸い殻、俺なんか夜変なんだよ時々な口紅ってタバコ吸いたくなっちゃうんだよって言ってましたけどね。そこまで嘘つけるとすごいものありますけど ね、 ね、うん、でもやっぱりね楽しい嘘で笑える嘘ならいいですけどもね、そうじゃない。あとエイプリルフールっていうのがありますからね、うん、エイプリルフールだとなんかつきたくないっていうのありません？なんか妙につかないでね、うん、つかないで一日終わってしまう、考えて、ね、そう。だからとっさに、あと友達と嘘ついてびっくりさせるとかっていうのはよくありますよね。ありますね。僕もあの三田裕子さんっていう人とね、うん、結婚するって嘘ついて真島さとみさんっていう人が本気にしちゃってその時は笑ってやだ三谷もまた冗談が過ぎるわってみんなで笑ってね、すぐ嘘って分かるじゃない、うん、でわーって笑ったんだけど三田裕子に流しちゃって、あんた本当にいいのって電話かかってきたっていう話がありますからね。怖いですよね。すごいです ね三田裕子さんも今ねここ結婚なさって、そうです、ね、なんだかブーブー怒ってますけどね幸せになってほしいですけども、それじゃ曲参りましょうか。嘘もいいですけどもね、やっぱり一番いいのはこのように誰かと一緒にいることじゃないでしょうかね。 If we hold on together, die and loss. アルマジロ飛ぶってわかる？笠原ひろこです。ねえみんな、大阪でアニメーションとコミックの勉強ができるのを知ってる？そう、代々木アニメーション学院大阪校。キャラクターをかっこよく動かしたい君にはアニメーター科、素敵なヒーロー、ヒロインに色を塗りたいあなたなら仕上げアート科、漫画家、コミック作家になりたいなと思う方にはコミック劇画プロ養成科ね。アニメやコミック、映像の勉強なら何でもできちゃう。代々木アニメーション学院大阪校。詳しいお問い合わせ、案内書のご希望は大阪 06-362-9605、 大阪 06-362-9605 までお電話くださいね。待ってます。はい、というわけでございまして、今日は鶴ひろみさんをゲストに、嘘をテーマに、ね、もうテーマぴったりの人ですけどもね、今度あの魔界ハンター陽子というのと共演してます。で私がなんとおばあちゃん、まどかというおばあちゃんで娘です。娘なんですけど主役のお母さんなんですよ。でお母さん役やるようになった。私もおばあさん役やるようになっちゃって、ね、もう大変幅広いですね。幅広いですよ。三富永さん今日肩幅広いですけど、はい、という
ということでですね、今日お読みした中から1名様ね、あの、はい、アルマジロの特製 T シャツを特製ですよ差し上げたいんですけど、はい、たくさんのハガキの中からなんと偶然に5も読まれてしまった、クソダメって2度も読まれてしまったというね、大阪府のさっちゃん、さっちゃん美容師の方ですけど、差し上げるってのは嘘じゃありませんからね。そうです、でも時間かかるかもしれませんからね気長に待ってくださいね。それでははい、ラジオのアルマジキアルマジロ、言語道断のアルマジロ、空飛ぶアルマジロ、この番組は代々木アニメーション学院の提供でお送りしました。作構成響きとしや、出演は元はすごくイラっぽい三谷裕二、嘘、あなたにだけは嘘は言わない富永ミーナ、嘘、今夜の素敵なお客様は、はい、クソちゃん笑っちゃってごめんなさいね、地獄へ帰る鶴ひろみでした。嘘、僕らの暮らしのゾウさん、クソちゃん、はい、そしていたけども一言も言わなかった坂より君でした。坂より君ご苦労様。